けど、選んだバッター全員右と徹底してましたね、はい、ちょっと第2球選択希望選手目指してますけどね。埼玉西武ヒグマモモ、さあ来た。埼玉西武ヒグマ。うわー！よし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 。来た来た。本戦生まれた。ああ。よかった。トップバッターはモンテル選手でした。モンテル選手に早速来ていただきました。おめでとうございます。これ調べたですね。いや結構ねその陽気に待ってたんで、やったぐらいの感じかなと思ったんですけど、目に熱いものが。はい。はい。もう嬉しいです。今の気持ちを教えてください。本当に。はい。まあ、NPB 目指してやってきたんで、はい、まあ、ピッチャーとしては。はい。まあ、いけなかったですけど、はい、野手としてこうやって選ばれたんで、はい、これからはまた、はい、まあ、お兄ちゃんのやっぱ重くなかった一軍の舞台で活躍するっていうのが、はい、これからも決まって、はい、新監督に近いですね。NPB でどんな活躍をしたいですか？ NPB ではやっぱ、はい、足を生かして、自分の持ち味の足を生かして、はい、守備でも任せられるような選手になるように、はい、では、こちらカメラ、ライオンズファンの皆様に早速一言、ね、ご挨拶をお願いします。福島インディゴソックスの肥後モンテルです。まあ、今はちょっと泣いちゃってるんですけど、まあ、いつもは陽気な明るいキャラでやってるので、皆さん応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。モンテル選手ありがとうございました。こんばんは、埼玉西武ライオンズから育成に支援されたヒグマモンテルです。この度は本当にプロ野球選手になれて本当に嬉しく思ってます。で、今まで野球を続けてこれたのは本当に、まあ、徳島に来て、まあ、スポンサーの皆様、家族のみんな、そして周りのファンの皆さんのおかげでここまでやってこれたと思うので、本当に応援ありがとうございました。そしてこれからも応援の方よろしくお願いします。チームの印象は特に考えてなかったですね。ライオンのイメージしかありません。ライオン…まあそうですね、ライオンのイメージです。対戦したい選手は、まあ、今日本球界を代表するあの山本由伸投手です。徳島県の印象はまず人が本当に温かくて、本当みんなファンの皆さんが本当に優しくて、まあ、いろんな差し入れとかくれたりして声もかけてくれるので本当に嬉しいなと思ってました。まず NPB に入ったら、まあまあ、ファンの皆さんを魅了できるような魅力があるような選手になって、まあ、足で駆け回って、で守備範囲も足でとりあえずボールをどこまでも追いかけて拾えるような選手になりたいです。僕が選ばれた理由はやっぱ身体能力の部分で、まあ、身体能力だったら負けない自信があるので、それで選ばれたかなと思います。昨日から大本選手のところに、セーフ。